これ2匹かけてそんだけぐちゃぐちゃなるけん、やっぱり1匹ずつの方がいいんでしょうね、本当は。2匹はちょっと難しいね。3匹までしてやろうと思ってますか。いや、もうしちゃかちゃになるよ。しちゃかちゃになりますね。今ですがしちゃかちゃなる。さあ、仕切り直しです。なかなか来ません。どうしたことでしょう。釣りすぎ四平、心がちょっと折れ気味です。こうやってこういいなと思う仕掛けやるとついてハマってしまうけんですね。いってらっしゃい。いきますよ、このまま。のままずっと釣れたらハッピー。それで行ってちょうだいね。行ってくださいな。よいしょー。おー、ロープへ行きました。ジュワーッとしていくのがいいね。そう、ジュワーッとしていかんとですね、やっぱ中層のやつを食わしたいですね、本当は。なんか釣れたんすか、ヒカンデさん。あら、アジコはいっぱい釣れてますね。そうですね、こっちにも入ってますよ、なんか。何さんですか、うん、ちょっと心が折れかけてるくらいですかね。よいしょ。もう早い。これ何時間ぐらいしてますかね。3時間半。全然来る気配ないですね。それも早すぎかな。早すぎかな。これ絶対いい仕掛けだと思ってやってるんですけどね。今重りつけてないじゃないですか。上にも上がりようでしょ。フリーになってるからです、ね、どうやろう、泳ぎきっかな。だからそのどっかにこれ以上下に降りんようにさ、ストッパーつけとけば大丈夫。10匹ぐらいつけるわけですよ。鯉のぼりみたいになっとってから。もし10匹全部かかることなから2、3匹かかるから大変なことになりますもんね。ただ1匹かけるのもこんだけ苦戦してますからね。もうそれさ、サビキじゃね。もうサビキですよ。泳がせサビキですよ。すいません。おかずがいっぱい釣れよる。あら、今日サンドイッチやないと。冷やしうどん堤防で食べたら美味しそうでしょ。美味しそうね。練り子つけてみようかな。おお、なんか来ましたよ。重い。3匹ついてます。あ、本当だ、3匹。あ、なんか違う、1個すごい。ザ、マダイ。あ、結構、まあ、いい感じのサイズなんじゃないですか。ですね、いいですね、うん、綺麗ですね、やっぱり。塩焼きします。塩焼きですか。食べるとこあります。ないですね。かわいそう。あれ、取られそう。取られてますよ。取られてますよ、師匠、これ。あ、本当だ。あれ、練り子の泳がせでもやってみますか。さあ、ネギリゴちゃんおいで。よし、ネギリゴは花がけにしよう。よし、あ、ネギリゴじゃなかった、これアジやった。リゴは、うわ、なんかシイラみたいになってしまってる。色は変わってない。うわ、金が多いね。行きますよ、ネギリゴの泳がせ釣り。いやー、黄色黄色いね、なんかね。えらい暴れるもん。わあ、元気がいいぞ。ほら、一生元気いいっすよ。もうあそこで引いてます。おお。あそこで割り引きよ。やっぱ潜るしますね。さあ、行ってらっしゃい。食われてらっしゃい。はい、そうです、練り子です。戻ってきましたね。今からジグに。あ、ジグに変更です。あ、大物狙いに来ましたね。はい、もうアジゴは家の分は全部釣っちゃいました。そうね、もう全然こう、ほんと、これ何十時間追っかければいいんですか、これ。まあ釣れるまでやりよ。いや、もう自信がなくなってきた、いろいろ付け替えてから。もうエリゴ食われんね。食われないですね。もうどうしよっかな。泳がせちゃ本当あれですよね、難しいですよね。こういう時一発で食うけどね。これ食いつくやつとかないんじゃないと。よっぽどでかいやつじゃないと。あ、
ヒラメの堤防キッチン。今日レモンが入ってないですか。いや、私元気がつくな。いつもありがとうございます。でもない、どうぞ。レモンカットしてくれたんですか。はい。で、凍らせてきたらまだカチカチですよ。ああ、マジですか。僕はもう灼熱の太陽でレモンティーって美味しそうですね。はい、どうぞ。甘くて酸っぱいレモンティーやね。いただきまーす。いただきまーす。ちょっとグレード高い。お、YouTuber どう。美味しいです。顔が笑っております。ハムスンの顔が笑っております。なんか来た。来た。来たぞ、YouTuber。何かやる、タモいじそう、お付き合いしてどうでしょうね。おおお、きゅドラグ、ドラグ、おおお、ジグ、ジグ、ジグです、ジグです。お、いいね、ハムスも持ってるね、持っとね、今日持ってる。おお、いいね。お、赤いぞ、赤いぞ。おお、でかい、キジハタ、キジハタ、いや、あ、でかい、これタモいるのかな。タモいる、いる、いる、行きましょうか。でかいね。おお、抜き上げ、抜き上げ、うわ、よかったですね。すごい。お久しぶりの。やりました。お久しぶりでございます。お久しぶりだった。ああ、やるね。やるね。ハムさんやるわ。どんなバイブでしょ。こんなバイブでしょ。ああ、銀色ね。21です。おめでとうございます。やりました。お、期待値よね。大丈夫でしょ、思ってたら。いや、嘘だ。期待値言ったんじゃないですか。期待です。おめでとうございます。やった、ありがとうございます。あ、来た。うお、赤マジやった、やるね。なんだろう、おー、なんだろう、なんだろう、なんと思う、その、お、ドラグ来るじゃないぞ。どうする。お、いいね、いいね。タモいるかも。マジで、うん、タモ後ろあるけど、見て。なんか取るとしよう。おー、いいね、いいね、練り越えないと。練り越え。お、やった、アクアマンジがとうとう。ジグ、ジグ、バイブレーション。ジグです。ジグだね、さすがやるね。なんかさすがやる。みんなが釣らん時に釣る女。え、アクアマン、うわ、ね、最低。ちょっとゴリ巻きやないと、そういうのってカリカリ言わさんで。そう、あー、手に入った。あー、もう用意して、待ったら出てくるかな。出てくるかも。もう期待したのに。何回だ、大切に引いたら潜っちゃった。今度引き寄った、最初戦。めっちゃ引いた、めっちゃ引きました。あ、来た、ゴリ巻き。お、ゴリ巻きしよう、ゴリ巻きしよう。おお、さっきの潜られる、潜られちゃいかんよ、もう寝ネギやろ。おお、すごい、すごい格好になっとうよ。おお、すごい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 。おお、ゴリ巻きだ。おお、アクアマンチのゴリ巻きです。竿が曲がってるんです。おお、おお、でかいじゃないと。あ、竿出して。おお、すごい、すごい、すごい。おお、でかい。うわ、でかい、なんこれ。違う、なんこれ、でかいっすよ。違う、出てこん、そのままや、そのまま。うわー、これ雰囲気、何雰囲気。ちょっと待って、ネギ潜ってる。あ、これ、タビキ、タビキ、なんあれ、雰囲気。うわ、でかっ、ネギ潜りましたよ、さっき。なんか、海藻に引っかかったんですよ。でかいやん。でかいやん。お、やった重かった。お、やった、お、持って、どこにかかった、これ。あ、ジグ、ジグ、ジグ、すげえ。アクアマンジュがやりました。さすが。はい、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 おめでとう。しっかり待って。ふう、出たね。初めて釣った。いつも引いたわけ、結構引き寄ったもんね。やっぱアングレゴリ巻きしていてよ。うわ、綺麗やね。潜るんだ。潜るっちゃね。あ、すげえ、アクアマンジ持ってるね。引き続きお願いします。はい、じゃあ、じゃあ暗くしようか、暗くしようか、これ。暗くするんですか。じゃあ暗くするよ。アクアゲ夜の食卓、本日は釣れた笛吹き鯛とハムさんが釣ってくださったアコウ、キジハタで作った3品です。はい、まずはこちら、キジハタアコウのカルパッチョです。ドレッシングも手作りで、オリーブオイルとペッパーたっぷりで仕上げてみました。お野菜もたっぷりで美味しく仕上がってると思います。こちら、笛吹き鯛をポワレにしてみました。ポワレ、すなわち蒸し焼きですね。
蒸し焼きにして、もう一回皮目をこんがりと焼き上げてます。今日のソースはですね、ちょっと柚子胡椒を効かせてみました。柚子胡椒とレモンを合わせて、ちょっとワインビネガーも少し加えてます。はい、続きましてこちら、幕開け定番茶碗蒸しです。本日は中には笛吹台さんが入ってます。はい、では早速いただいてみたいと思います。では前菜、カルパッチョからいただいてみたいと思います。いただきます。ここはもちもちしていて美味しいですね。はい、ではアクア蒸しとともに今から美味しくいただきます。本日も美味しい恵みありがとう。虚しく今日も過ぎ去りました師匠。この仕掛け過ぎ去っていきそうです。今日も一日終わったね。終わりましたね。でもこれ追いかけていいですか、この仕掛け。いいよ、好きなだけ。こんにちは、釣れてますか。あ、釣れてますね。釣れアジじゃないですか。団子ですか。略してパッカーンって言ってください。お、そして初めまして、春さんですね。もう綺麗だな、海が似合いますね。お、来た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 。